わっさやぴむらです。はい、ということで今日はですね、こちらショップに新しいクロのスキンが来ました。よいしょー。ポーンクロめちゃくちゃかっこいい。これ多分クロ史上一番かっこいいんじゃないかってくらいね、見た目がすごいいいんですけど、今日はこちらを使ってやっていきたいと思います。マップがちょっと微妙かもしれないですけど、ちょっといろんな編成でやってみようかなと思います。チャンネル登録と高評価。チャンネル登録者数がね、もうちょっとでね、10万人いきそうなんで、ぜひとも登録お願いします。じゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ勝っていきましょう。ボーンボークローレッツゴー。これしかもね、ピンズも来ます。なんかこの前のパムと同じ。さあ、じゃあ来ましたか。けぜふぅふわ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 いくぜレッツ。これちょっと見る方に。いや、これでいいか。よし、行くぞ。はい、やっていきましょう。ちょっとマッチ長すぎてびっくりした。さあ、編成は、なんかティックいたな。うわ、めっちゃかっけえ、これ。やばい、こんな、なんかハリーポッターの敵で出てきそうじゃないこれ。うん。ちょっと待ってね。ここのミッドね、大会で使われてました。クローミッドってね。で、なんかエフェクトやばくね？エフェクトめっちゃかっこいい。で、なんかどんな感じだったか、ポコがね、ミッドだったんですが、ポコに対してめっちゃ黒強いんで、そういうね、対策だったのかなと思います。で、ファングいるじゃないですか。で、俺、ウルト溜まっちゃえば、ファングもね、全然怖くないんで、ウルト溜めいきますね。OK、溜まった。で、このウルトは、ファングが来たら、飛びマウス。飛びマウス、ミッキーマウス？あ、飛びマウス、ミッキーマウス？待って、ジーンのウルトもちょっくらやばいと思うじゃん。はい、これ、スローダウンし。オッケー。いや、待って、思ったよりクロミットいいな。モーティスが上がってくれてるのも結構でかいっすね。じゃあ、ジーンのウルトだけ気をつけて、あと、ファングのウルトは飛ぶ。ジーンのウルトは引かれないで頑張って、ファングのウルトは飛ぶ。これでいきましょう。来るのどうすんの？来るの楽しい。ふいーウルトかっこよすぎー。待って、ウルトめっちゃかっこよくない？あ、で、ピンズ押し寄せられた。やばいです、これ。めちゃくちゃいいスキン。あ、待って、そっか、俺が高いのか、トロが。なるほどね。はい、やっていきましょうい。さあ、クローパムエドが、どんな編成これ。真ん中来んのかな、全員。クロー多分ミッドじゃないとね、きついと思うんですよね。でも、いいクローです、これ。いけ。さあ、スローダウン。いや、うまい。カバーいく。で、これは、カバーして。なんか、あれ時代はミッドクロー。てか、これエフェクト見てください。めっちゃかっこよくない？ガチでハリー・ポッターの名前を言ってはいけないあの人のチームのね、間違いなくそっち側だよね。皆さんこのスキンどうですか？めちゃくちゃかっこいいと思うんですけど、私。なんかすごいサークルの中で集団行動してるとあいつら偉すぎないこれウルトたまんないとやばい。うしょーかっこいい。しかも、強い。かっこよくて強い。もう正義すぎる。見た目悪なのに。いやー、マジでかっこよくね？やばいね、これ。かっこよすぎるね。やばい。めちゃくちゃかっこいい。オッケー。じゃあちょっとね、マップ変えましょう。はい、行きましょう。わお！やばい。時代は苦労だけど、ちょっとこれは止まんないかもしれない。上のバズに回ってたい。これバズ見える方？違うな。よし。一旦スローダウンさせて。待って、ケンちゃん強すぎん？いやー、さすがですわ。これちょっとキャリーされてます。僕はただスロー打つだけ。なんか上手い人がさ、いると打つだけで、これ真ん中多分飛んでくるから、ウルト貯めたいな、これ。ちょっとえぐいな、これ。どうしようかな。俺やん、狙われてんの！これ。ですよねー。俺だよねー。ちょっとこの試合はやばいっすね。でも開けてくれたんで。よし。これスローダウンさせて、これで黒じゃなくてモーティスがいけると。これ飛んで、よし、やっていく。これいけるか。どんまい。一旦スロー入ってるよ。うめえ！待って。そういう動画じゃないのよ。うますぎるって。はい、行きましょう。さあ、マックス来たね。マックスにも強い。この中で唯一ちょっと、あれなのは、タラぐらいかな。タラも別になんですけど。で、これスローかけてあげて、タラ来てるから、はい、OK。これいいですね。スローをかけることによってモーティスがね、突っ込みやすくなるんですよ。避けられないんで、相手は。あ、これ、ちょっとだるいですね。ん？これボール渡すわ。死ぬかな俺これ。危ねえ。めっちゃ回復してる。これやばいかな。あー、入っちゃった。これどんどん壊した方がいいと思うんだけど、でも壊れてんのか、一応。はい。はい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 。スロー入ってるよ。近すぎてあれだな、ここちょっと集中していい？ No. あーマジちょ黒体力ないからさ、集中するしかないんごねという感じで、でもガジェットがない、もうこれ行くしかないっすね。ナイス、横から集めてウルトでかっこよく決めたいよ俺。いけんのそれ。おー、惜しい。倒せる。お、倒した。で、これウルト多分打ってくるよ。あー、体力がなさすぎた。体力が長すぎた。これは、ナイス。あー、入った入った。よいしょー。素晴らしい。で、ちょっとマップ変え、マップ変えていきましょうか。はい、やっていきましー。うわー、これ相手結構ガチ編成きた。もしかしたらコウトロかもしんない。この感じ、俺がボニーみたいな。私がボニーちゃんを見させていただく。さあ、このスロー当てて、知らないよ俺は。オッケー。なんか弾さめっちゃでかくない？今更だけど。で、これ多分同じとこから行くと、ボニー、ね、俺のこと気づくんですよ。だから、同じとこから行きます。あ、でも入ってきてないな。外か。外から行くのね。よしよし。まあ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 。よし、スローやっぱ超強い。ナイス。ほぼ勝ちやん、こんなん。ちょっと俺が飛びたいよ。飛ばして飛ばして。よいしょいー、俺のキルー。やっぱ高かった。すごい、なんかこんなすんなり勝てるんだね。はい、やっていきましょう。あ、ポコ来た。ポコに対してね、黒強いんで。いきましょい。さあ、このピンズを押して、ザベスがちょっと怖いな。ポコこっちや。絶対ここいるやん。はい、痛い。はい、つけて、打って。黒に対して、ポコが強い？間違えた。ポコに対して黒が強い？その通りなんですよ、と。はい、行こうって。あ、これ行かないとかわいそう。俺死ぬこれ。あ、俺死ぬわ。お前そっちやん。はい、ナイス。やっぱ苦労がね、先陣切っていかないとね、この勝利はもうもぎ取れなかったという感じでよろしいでしょうか。さあ、行こうぜと。さあ、もう一回。これ多分ザベスが、そう。ちょ、死ぬんちゃう。ちょ、一旦落ち着け。落ち着こ。いく。詰める。ガチ。グッドラック。グッドラックすぎる。ああ、もうモーティス強い。あ、ちょ、一旦待って。はい、行きましょう。戻ってきました。クローのね、世界へようこそということで、なんか、変な実況してんな、俺。大丈夫か、これ。あんまね、あ、オッケー。このレオンのね、消えてるのも別に怖くないんですよね。やばい。でも結構食らった。あ、これやばい。いった。消えてる。来た、ストゥー使ってます、この人とかって全然味方も使ってたしね。なんならちゃんとスピードゾーン使ってるからね。えらいっておかしいか。さあ、スローにさして、これ破壊しといて。飛ぶ。それ倒して帰れるんじゃん。頑張れ。いける？ナイス。帰ったらでかい。帰ったら最高。帰ったら英雄。オッケー。英雄やっぱそんな生まれないんですよ。英雄ってそんな生まれないんですよ。そうなんですよ。俺こっち行こうかな。2でも俺が見た方がいいんかな。もう黒、あ、はいはい、そうそう、どうせね、そうやって消えるから。なんか知恵やって当たんないな。絶対、ごめんなさい、知恵のせいにはしません。もう僕は、遅延のせいにしません。こんだけ壊れたらもうね、あとはもう、早いよ。こんなの。ここ。ジャストミート、はい、そういうことー。なんかでも黒、これいいな。でけえ。弾がでかすぎて、めちゃくちゃ気持ちいいです。これつけといて、こっち、はい、はい、スロー。はい、スロー。はい、スロー、はい、スロー。はい、オッケー。いやー、普通になんか全勝すると動画短くなりそうだな。はい、ということでラストやっていきましょう。エメハンで締めるか。さあ、ミッドクローはかなり強いってことがみんなに分かったと思うんですけれども、いや違うんです。そういう動画じゃないの。このね、クローンのスキンがもう中二的でめちゃくちゃかっこいいということをね。はい、ちょっと待って、カールきちー。カールちょっときついですね。これちょっとウルト貯めたくないんで、一旦こうやって、はい、行こう。モーティちゃん一緒に行きましょうねと。あ、これ死ぬ、絶対死ぬ。ウルト。えぐい。熱えぐい。黒じゃね。なんだっけ、これリコ。熱えぐいわ。スキンがないだけマシや。はい。マジでね、黒、体力低いから、即死するんですよね。これ行こう。おお。全部食らってた。オッケー。さあ。いやー、でもほんと強いわ。最高にかっこいいしね。黒今強いっていうか、黒いつも強いからね、スキン買うことはほんとおすすめします。ぜひとも買ってください。ほっ。よいしょー。カールがウルト使うタイミングでウルトを使っていけばね。はい、こんな感じで、美味しいよって言えちゃうよってね。迫撃砲がすごい邪魔だな。あれ、いない？いるよね。はい。挟もう。これも壊そう。ナイスケンちゃん。まあ、勝ってるからね。大丈夫それ。オッケー。ウルト、貯めてウルト走ってくれ。オッケー。打てなかったけど。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。いやー、皆さん、クローのかっこよさ、そして強さが分かったんじゃないでしょうか。このクローはね、マジでかっこいいからおすすめなんでね、ぜひとも買ってください。ということで、終わりましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。いきますよじゃない。終わりますよじゃない。皆さん、それでー、また、バイ。